行方不明になっていた千葉県船橋市の18歳の女性が空き地に埋められた状態で遺体で見つかった事件で、女性が生き埋めにされて窒息死した可能性があることが分かった。この事件は今月19日、野口真奈江さんが車で連れ去られ、24日に芝山町で遺体で見つかったもので、連れ去りに関わったとして、18歳の少女ら4人が監禁の疑いで逮捕されている。このうち、中野翔太容疑者が、野口さんを暴行して埋めた、と供述していることが分かっているが、警察が27日に行った司法解剖で、野口さんの死因は分からなかったという。一方で、遺体が土に埋められていたことや、目立った外傷がないことから、警察は、窒息死した可能性がある、としている。警察は、野口さんが生き埋めにされた可能性があるとみて、死亡するまでの経緯を調べている。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。